ナンバー・アイ、新グループ、ロゴにパクリ騒動勃発、ザ・ボナズとの対話が始まる。日本の音楽業界において、新たなグループ、ナンバー・アイの結成が騒動を巻き起こしています。元キングプリンスへのメンバーである平野紫を、神宮寺勇太そして岸ゆうたが所属事務所を退所し、新たなステージに立つことを発表しました。 しかし、新グループのロゴが、人気ロックバンド、ザ・ボナズのロゴに酷似しているとして、一部のファンやオンラインコミュニティで議論を巻き起こしています。5月22日にスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所を退所し、7月7日に滝沢秀明が立ち上げた、とべ、に所属した平野耀と神宮寺勇太。 その後を追うように9月30日に退除した岸優太も同事務所に合流し、3人は10月15日に新しいグループ、ナンバー・ I を結成しました。新たなスタートを切る彼らにはファンからの期待が高まっていました。グループ名であるナンバー・ I は岸優太が考案したもので、その由来は一番を目指すという熱い思いを込め、 そのためにはオンリーワンでありたいという願いが愛に込められています。このようにして彼らは新しい冒険に臨む意気込みを語りました。しかし思いの込められたグループ名とともに公開されたロゴが問題の種となりました。このロゴは主に N を特徴としたもので、その告示度から2012年から活動している人気ロックバンド。 ザボナズのロゴと類似していると指摘されました。実際、その告示は明らかで、盗作と言われても不思議ではありません。ロゴが発表された直後、SNS 上で多くのユーザーがザボナズとナンバーアイのロゴの類似性について議論を巻き起こしました。以下はその一部のツイートです。ザボナズ音平の仕様などなどの新ユニットのナンバーアイ のロゴに過ぎてびっくり超えてドッキリナンバーワイのロゴパクリ疑惑作成前に確認とかなかったのかな事務所にも問題あり、に過ぎて引いたザボナズへのファンの方々は怒って良いレベル、法的にも引っかかるのでは一連の騒動に対してザボナズの所属事務所からコメントを得るために問い合わせを行いました。 彼らはロゴの告示についてどのような立場をとっているのか以下がその回答です。質問ザボナズんのロゴと似ていることはご存知でしょうかセボナズへの事務所従前にはなるんでしょうけれど、ただすごく似ている部分があるので今後どうするかを話し合いましょうかっていうところですかね。なのでそれ以上特に答えられるものがないんです。質問 双方の話し合いはこれからということでしょうか。セボナズへの事務所、そうですね、これからですね。質問、ロゴ変更の希望はございますかセボナズへの事務所、いや、こちらもこれからどうしようかっていうところなんで、それを双方で話し合っていきます。このように、ザボナズへの所属事務所はロゴの告示については双方で話し合い。 解決策を模索していく考えを示しています。新しい出発を切ったナンバー I にとって、この騒動は予期せぬ試練と言えるでしょう。しかしながら、このような状況を前向きに受け止め、ファンからの期待に応えるために、ロゴの変更を検討する姿勢を示すことが重要です。ナンバー I の新グループ結成は、多くのファンにとって待望の瞬間でした。 しかし、新グループのロゴがザボナズのロゴと告示しているという指摘により、トラブルが発生しました。この騒動に関してザボナズの所属事務所は現時点では両者の話し合いを模索し、解決策を模索していく姿勢を示しています。今後の両グループ間の対話がより良い解決策へとつながることを願うばかりです。新たな道を歩む。 ナンバー I にはファンの期待に応え、音楽界に新たな息吹をもたらしてもらいたいと願っています。